お元気さまです。るみじシュースのタイラです。えー、本日も11時を過ぎておりますけれども、えー、はい、やってきます。えー、まあ、成績をちょっと今日はお見せしませんけれども、前にも紹介した、えー、名前高校の文系で4番まで上がっていた生徒がいるんですね。まあ、うちに来ていて、 えー、数学ばっかり勉強している文系の子でもうめちゃくちゃ数学が得意だという生徒だったので、えー、数学ばっかり勉強して全然学校で順位が上がらないとどうしたらいいでしょうかということで、えーまあ、数学じゃなくて、まあ、英語国語社会とかをちゃんとやんなさいよというふうなことで指導していったらギュッと、えー、明善高校の文系で4番まで上がっていったんですね、はい、でもこの子は同し社大学はダメでした、うん、ということで、えー、何が言いたいのかというと、えー、明善高校で4番で 落ちるはずないですよね普通ね、同志社大学、いくらね早稲田や慶応並みに難しいとは、まあ、そういう時代でね、とは言っても、じゃあ難しいのかっていうと、そうでもないので、そうでもないというか、まあ、名前高校で4番とかだったらね、通るはずなんですよ。でもなんで通らないのっていうと、まあ、私がね、えー、うちの塾で、えー、要するにその塾が予備校っていうのは、人工的に成績を上げているからですね、はい、自然に上がってるわけじゃないんですよ。 天然もの,の成績じゃないんですねだから本当はこの子じゃなくって、えー、まあ名前高校のね文系の5番とか6番とかの生徒の方がはるかに力はついていたと思うんですよ。うん、だけれども私はねあくまで塾予備校の立場ですからまあそういう点を取るためのテクニックをね教えていきますので、はい、そうなるとまあこの子はねえ九州大学が B 判定で。 まデ、あ、ー判定だった神戸大学に合格しましたけれども、まあ、そういうふうにですね、えー、そういう,こう、こなんていうかな、まあ、あまり、えー、関係のないようなところっていうか、関係のないって言ったらいかんけれども、まああのー、力が発揮できるっていうなところであれば、ですもともと第一志望がそこでしたから、まあ、どうしたをそこまで狙ってたわけじゃないんでね、まあ、そういうところではちゃんと力が発揮できてるということです。はいというわけで、今日は一体何を言いたいかっていうと、き、ま、ょ、あ、ですね。 あのーまあ、3人ぐらい入会希望とかで来てたんですけれども、最近ちょっと話をしていて、まあ、やっぱりね、あのー、同志社大学受けたいとかね、九州大学受けたいとかいろいろ話を聞くんですけれども、やっぱりね、高校3年生から始めるには遅いんですよ、うん、だからもう結構諦めてるわけですよね、本人たちはね。そそういういの,はそのまあ 諦めているっちいうようなところがあるので、まあ、早めにね、高1、高2の頃から始めておかないと、やっぱりね、もう人工的に無理やりこう成績を上げていくようなことをね、せざるを得ないですから、そうなっていくと非常に厳しいなというふうには感じております。はい。ということでですね、えー、これねあの、最近私はずっと YouTube とかで、えー、アメリカのビジネススクールに通っているような人たちの、まあ、その、 こうやって会社経営をやるんだよってなことをいろいろね発信してる人たちがいますからその人たちをこう見てるわけですよ YouTube とかでねお風呂入ってる時ずっと YouTube で、あのー、私はそのうちの生徒たちにはお風呂入ってる時には YouTubeYouTube、うん、じゃそのスマホを持ち込んでこれでそういうね、あのー 大学受験に役に立つような勉強をやりなさいというようなことで言ってますから、まあ、大体ね、そういう東大、兄弟、早慶上智とか、そういったところを狙っているような生徒たちというのは、そういうことをピシャっとやってます。さすがですね、お風呂の中でも勉強するというふうなことですけれども、まあ、私もね、えー、そうやってお風呂の中に入っているときにはあ、スマホ持ち込んで、ずっとそういうようなビジネススクールにね、アメリカのビジネススクールに通っている、通っているというか、通っていたのかな。 そういう経営者たちの話をね参考までに聞いてるんですけれどもまあはっきり言って。 いかんなと、ダメだな、これやって、私は思ってます。はい。あのなんでかっていうと、まあ、やっぱりね、その人工的にあの力をつけさせられて、まあ、言,言わせてもらうと、もう本当に机上の空論なんですよ。それは会社経営には使えないよねと、それはおかしいでしょってなるんね、もうツッコミを入れたくなるようなことをずっとね、会社経営のノウハウとかを喋るんで、まあ、参考になる部分は参考になるんですけどね、うん、参考にはなるんだけれども、やっぱちょっとね、それは、 あの結局、塾予備校に通ってねあの無理やり成績を上げさせられた生徒たちが、まあ、こうやって、ね、同志社大学に合格しないとかいうふうな状況が生まれてくるのと同じようにやっぱちょっとねあのまあまあ通用はしているから本人なりには会社経営はやれてるんでしょうけれどもやっぱそういうねあの塾や予備校に通ってる人たちっていうのは、ねえーまあ、要するにその大人が通う。 ねえー、学習塾っていうのはそういうビジネススクールですよ。まあ、日本にもビジネススクールありますし私も、えー、2016年に熊本震災があった年はビジネススクールに参加してましたね。日本のビジネススクールですよ。えー、ビジネススクールに通っていたときに熊本の社長さんなんかもいっぱい参加してましたけどね熊本で震災が起きたもんですからもう慌てて帰ってましたよね。はい まあ、まあいいんですけれども、まあ、言えることはですねその早め早めに始めておく、高1、高2から始めても全然間に合わないんですよ、いいですかもう不設高校生とかね、もうちょっと後半戦になったから、ここから先は本音トークですけれども、不設高校の生徒たちなんかが小学生の頃からね小,小学生の頃から高校3年生まで、10年計画でやっているようなことを、高校3年生の1年間だけでね、何がひっくり返せますかということですよ。 施設高校に限らずですけれども、そういう中高一貫校とかに行ってる子たちっていうのは、小学生の頃からね、もう10年間ずっと塾に通い続けて、ね、毎年毎年100万、200万塾に収め続けて、小学生の頃からね、そんだけやって力をつけてきてるわけなんですので、これに関してはね、 あの本当の意味で力をつけるっちゅうたらもう小学生の頃から塾に通わせておかないといけないと高校生からやってきてねそれで本格的な勉強とかいうふうに言ってもですねこれはうまくいかないんですよ、うん、もうもうあの時間が足りなすぎるんですね。はい、ということでまあ私の教え子じゃないんだけど例の熊本の、ねえー、生徒で、えー、河合塾の全国記述模試で、えー、国語で全国3位とか取った生徒なんかですね。 彼なんかはもうほとんど高校3年間ね高校3年間ほとんど熊本聖聖高校には通っていませんほとんど通ってませんはいもう単位ギリギリ出席日数ギリギリまでね通ってませんはいそんだけやっても朝から晩までひたすら国語とかの勉強をしてましたはいだからもうそういうふうにやらないととてもじゃないけれども高校3年間でね、えー、そういうふうな力をつけるっていうのはできないんですよね。 だからもうずっともう高校3年生の終わり頃まで偏差値50とかでねずっと低空飛行だったわけですよ。それが最後の最後で、えー、河合塾の技術持ちで、えー、全国3位とかいうふうに取った偏差値90とかねで慶應義塾大学の経済学部に3番で合格とかいうような感じでね入ったわけですよで。この子はもう絶対ね1番でない限りはもう1番の合格通知じゃなかったらもう合格通知は破るっていうふうに言ってたんですよね。 はいだけれども、まあ3番かと、まあ、3番なら許そうということで、入ってみて、で、私がね、あの意地悪にも、おその1番と2番の子には、勝てそうかというふうに聞いてみたら、勝てない、全く歯が立たないと。高校3年間、命がけで勉強したけれども、高校3年間の命がけの勉強程度では、小学生の頃からね、10年計画で命がけで勉強しているような、そういう子たちには、もう歯が立たないっていうなことですね、彼は言ってました。はいということで、もうそういうふうにね、 あの早め早めにスタートですよ。もう高校2年生の今ぐらいからスタートしてももう間に合わないですよ。高校2年生が今ぐらいからスタートしてもね、もう本当間に合わないよ。もうそれぐらいはあります。はい。まあ当然ね、あの、前々からスタートしてるでしょうけれども、うん。高校3年生になったら始めようだとかね、言うてたらやっぱり志望校を下げざるを得なくなります。どうしてもね。はい。というふうなところがありますよ。ということで、今日はね、ちょっと、えー、明前高校の3年生2人と話をしたりしてですね、 まあ非常に厳しいなとやっぱりねあの高一とか高二の頃から始めとかないといけないなというのが一つとそれからやっぱりね高一高二の時に通ってた塾がもう明前高校のね宿題とかを持ってっても全くそれ答えてくれるような塾じゃなかったっちなことでねあの前にも紹介したと思いますうんもうそういうようなねあの明前高校に合格させるようなすごい塾だからね、えー、それであれならば 高校生になっても通っても大丈夫かなと思って通ったけれども、もう全然ね、そういうな質問応対をしてくれるようなところじゃないと、なんか映像授業だけこう流してるようなあ塾だったというようなことですね。うん。どこのことか分かりませんけども、今もうどこもかしこも映像授業だからですね。うん。もう映像授業だけ流しておけばそれでいいやみたいな塾が本当多いんですよ。うん。なので、まあそういうふうにですね。 あの気づくのが遅かったという、ですね高校3年生になって、やっとねあの、今頃になって気づいたみたいな感じになっちゃってますから、はい、そこら辺は気をつけておいてくださいね。もう本当に、あのー、追い込みとかいうような時期になってから慌てて始めてもしょうがないからですね、はい、もう人工的な成績の上げ方をせざるを得ないということですね、はい、人工的に成績を上げるということは、あんまりね、それだけの力はないから気をつけとっいてくださいねと。 特にあの、うちのこの、ね、YouTube 動画なんかを見ている子たちは、ボーンと成績上がったりすると思います。上がったりするかもしれないけど、それで調子に乗ってね、わあ、もう大丈夫だと、ねあの、自分のが学校でもう3番内に入ったから、もう大丈夫だとか思わないように、そういうふうな、ね、成績の上げ方をずっとこうやって伝授しているわけですけれども、それはあのー、あくまで人工的な成績ですから、うん、もう自,然自然にやっているような人たちには勝てませんよということですね。はい この子なんかも4番だけれども、実際にはこの4番よりも5番とか6番とかの生徒たちの方が自力はあったと思います。まあ、地頭とか言うのかな。うん、まあまあ、そんなところでもいいんでしょうけども、まあ、この子はね、ずっと数学が大好き人間だったから、数学ばっかり勉強してたんで、英語とか国語とか社会が、まあ、結構おろそかにしていたわけですよね。社会は割と取れてるな。まあまあ、社会はいいんですけどね。でもまあ、同志社大学の社会には通用しないだろうな、というようなところではありますが、はい。 まあそういう受け方じゃなくて、共通テスト、まあ、当時のセンター試験利用で受けてるんですよ、同志社大学ですね。点数が足りてないということです、ねはい、ということで、まあ、あの今日は何が言いたかったかというと、まあ、塾とか予備校に通ってて、それで学校の成績とかね、まあ、そういうふうな学校での学年順位とかどーんと上がったからというて、それで調子に乗らないように、それは本当のあなたの力じゃないですよと。 うん、もう塾とか予備校の先生たちがね、二人三脚で、二人羽織か、二人羽織でこうやってるような状況だから、取れてるだけでやって、本当に力がついてるわけじゃないんですよということですね。それをしっかり抑えてもらって、もう実際ね、塾とか予備校に行かずに、自力だけで、ね、それでその学年1位とかね、東大に合格していったりとかするような子たちには、やっぱり勝てないというところはあります。はい だから相当注意していかなくちゃいけませんよ。もう油断しちゃいけませんよということです。もう夏は受験の天王山ということで、ねえー、しっかりと実習です、はい。先生からね、授業、塾や予備校の授業を受けたりとか、塾や予備校で個別指導を受けたりとかいうふうな形でこうやって、ね、成績上がっていくのは、もうそれはね、もう本当にあの自然ではないですからね、はい。ということを気をつけておいてください。 はい、ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログ、お便りしひど、電話番号などありますの、ね、で、よろしくお願いします。ちょっとですね、今日はもうずーっとそうやって、もう開館時間からずーっとそんなひっきりなしに入会希望者とか来てるもんですからですね、もう結局夜の11時になってしまいました。ですね、はい、全く隙がないという状況です。まあ、明日も日曜日ですけども、まあ、朝からもうずーっとまた入ってます。 また明日も夜の11時かなというふうに思ってますけどね。はい、ということで、えー、よろしくお願いします。